取れたこにするには温度どうかな、何の温度、ここのこたつ、こたつなの下なの、いや、それ今つけたやつよ、いや、それはわからん、あんたが教えてくれ、まあ、美味しそうだな。たまに寝るのは悪い癖じゃないよ。朝遅うまで寝るの、いつも7時半にはご飯食べよったのに。そう、夜仕事したりしよるんや。逆に言うと、その7時半に来ないかんのがあれがプレッシャーなの。それはあんたが7時半言うたんで、それは朝食べて、だからけど、朝は自由に好きな時に起きるのが一番楽な、うん、お母さんなんちゃかまんのよ、ご飯炊いた時にあるんだよ、炊く都合がどう、そうやけど朝かといって1合以上、1合以下は炊けない、うん、5尺、6尺ほど炊いたことあるよ、お母さん言って、うん、うま、ん、別に朝何時に起きてもいいんやったら楽なんよ、それはあんたの好きよ、はいはい、そうしてさせてくれるんやったらいいんやけど、ご飯のことはあると思うんだよ、お母さんはなんちゃ朝は寝る言うて言うとってくれりゃなんちゃ、自分一人で、いや、ご飯炊く量、炊く量があるけ、毎朝そうしてくれた方がいいよ、今から毎朝おそうに、うん、朝ごはん食べることは食べるん、食べ、朝は食べんの、食べれんやろ、10時とか10時に起きてきたら昼、そしたらお母さん晩のうちに炊いとっけんな、いいよそれでも5尺だけ炊くだっていけんけん、の朝楽なんけん、朝気づかんといけん、うん、でも味噌汁は炊いとった方がいい、やっぱ体にはええわいの、朝おかずなんちゃんな、朝昼なんちゃおかずなんようなことではいけんけん、うん、夜寝るときにな、うん、焦るには、あこれかしら行かないか思ったら、あ1時間しか寝れんとかな、そうわいなこと自分とこの家でな気使うことはないよ、いやだけど7時半って言うとる限りは、うん、そりゃそうよな、作るものを当てにするけんな、うん、だからそう思いっきゃよ、
これそれであんた朝いらん言うとってあんたなかったら朝起きてくる時があろう。いや起きんそれはないことを前提やったら何も言わせんのよ。うんうん、そしたら朝そのためにやあれインスタントの焼きそばとか買うたろ、うん、から自分で作るね。うん、またすごいしなはいや、うん、でお茶も肥料になったけんぬくいのがよかろうか思ってしたんじゃけど、冷たくてもいいそれよりムーチャみたいな冷蔵庫に入れてくれとる方がいいんだけどな。なんか麦茶は作らん。いや、麦茶じゃなくてもいいけん。うん。あの、冷蔵庫になんか、喉が渇いた時に飲むものがないよ。うんうん。喉が渇いた時に飲むものがないっていつも困る。うん、お寿司の時、とにかく、あの、あれよ。何？あ、喉が渇く、酢飲むの、あの、食べとるけんな。喉が渇くんよ。だけど飲むのがなんもないけどな。うん。いや飲むなお母さんは生まれてこの方来たことないけんな。いずうん。いやそんなこと言うんじゃなくて買うとか買うとかじゃなくて飲むのがないと本当に困るね。ほうやけん買う癖をつけとったらいいけど。え？なんて？当てんならんけんな、冷蔵庫は重たいだけのことでやけんな、今まで。何の話って今まで飲み物、うん、入れときゃいいんや、いつでも飲めるようにしとったら。で水分いうのは人間絶対いるけんな。だけど飲むが飲むやら絶対置いとったからよ、水分。お母さんはもう毎日お茶を。いやお茶でもいいんじゃってな。コップ入れと、いやコップ入れ、入れと。いやいや、それはそれでいいじゃん。それはあんたのことじゃけん、それはそれでいいじゃん。それを言うんじゃないよ。あんたのこと言うんじゃないよ。喉が水分は絶対。いや自分は飲みよるというのよ。怒ったり言わんてよ。俺みたいな顔して、ハンニャみたいな顔して。もういやいいよ。ハンニャみたいな。難しいけんも。昔こそよりあんたもう年取ってたガミガミ言うもんじゃないで、あんたもいい年して。よいしょ。